ヤスちゃんはダンスとか得意なんですか？ダンスですか？うんうん、あの日頃ね踊る機会がないので、うん、どうなんだろうな。でも大吾くんはステージで踊ったりしてるよね。まあありとるね。突然の英語で。そうなんだ。竹山っちはどうですか？僕ずっとダンスできてますから。え？僕はずっとお笑いやる前ダンサーですからね。マジっすか？そうですよ。ずっと学生の時からダンスチーム作って、うん、でずっとダンスやってて、でニューヨークに留学してる時にマイケンと出会ったんですよ。そうなの。マイケンもダンサーで、マイケンダンサーなの知ってるよね？マイケンさんはダンサー。まあそうですね。前田健は、まあ、今正直言うと汚れハゲた芸のおっさんだけど。あの人は若い頃ダンサー で、はい、でニューヨークに留学してたんです、はいはいはい、でニューヨークでダンスの勉強してて、それが終わって帰ってきてあややのモノマネ始めたんです。そうなんだ。ダンスからなんですね。ダンスからなんですよ。竹山ちゃんも踊れるの？僕もあのニューヨークでマイケルでやって。へでもここだけの話ですけど、そっから僕もゲイです。突然ですが、私安めぐみ踊りたくなっちゃった。ワンツーワンツースリーフォー、ナナ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 ナ。今回のやすナビでご紹介する番組はこちらです。あれ、これみんな高校生ですか？そう、うん、なんかの大会。そうなんですね。高校ダンス部の日本一を決めるという、この夏行われた第5回日本高校ダンス部選手権なんですね。高校ダンス部の、うん、じゃあ甲子園ってことかな。まあそういうことですね。はい、なんかね、今年で5回目を迎えたこの大会、地区予選大会には過去最多のね、全国198校、うん、239チームがエントリーということで、すごいね、人気なんですが、そのハイレベルな戦いを勝ち抜いた計50チームが全国大会に挑んだそうなんですね。ダンス部って今多いですからね。だってほら、また小学校とか中学校はダンスが必修科目みたいになって、なんかみんなやんなきゃいけないみたいな、なんかそんなニュースも流れてきたでしょ、前に。教える先生がちょっと大変だとか、先生大変だから、ダンサーの人に習いったり、ダンサーの人が教えに来たりで、ダンスやってる人すごい忙しいって話を。そうなんですよね。そうなんだ。ダンス事情詳しいですね、やっぱ。竹山、俺はね。俺はもともとダンサーだから、ね、いくらも言いましたが。結構踊ってるんですか、日頃？まあ今だいぶ少なくなりましたけどね。まあもっぱら踊ってるのはベッドの上だけですかね。あら、まあ、ほら、はい。でその本戦が行われたパシフィコ横浜に、ダンスがね全く似合わないあの二人に行っていただきました、うん、こちらご覧ください。暑いね。暑い。暑いよ。夏といえばね、チューブ、サザン、そして三拍子です。はい、よろしくお願いします。いや、そんな肩書きないですけどね。そうですね。今日は何でしょうか。今回はですね、こちらにやってきました。うん、おパシフィコ横浜。はいはいはい。国立大ホールと。何やってんの。今回はですね、第5回日本高校ダンス選手権と。はい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 。全国のダンス部から集められた、はいはい、ね、人たちが日本一を決めるということで。高校生日本一ですね。あ、そうなんですか。そうですそうです。今回初めて BS 富士がやると、うん、いうことなんで、はいはい、気合を入れてね、気合入れましょう。高校生に聞いていきましょう。はい、じゃあもう入っちゃいましょうか。入っちゃいましょう、入っちゃいましょう。やってる。居酒屋のテンションで。早速会場内へ。さあ、続々と今、うん、各高校の代表がですね、こう自分らで作ったプラカードを持ってこうね、うん、自分たちの高校を紹介すると、うん、いやー、入場でもね、色が出ますよこれね。出場する高校生たちに直前インタビュー。さあ、もうね、はいはい、もうすぐに始まるという山村学園さんの方にお話を聞いてみたいと思います。はいはい、こんにちは。こんにちは。部長、こんにちは。こんにちは。部長、名前は？
鴨一夏です。鴨一夏さん、はい、これから始まりますけどどうですか？もう自信持って自分たちの演技を見せつけます。ああいいですね。そうですね、どこを見てほしいとかあります？私たちの演技の中にはたくさんあの、はい、見せ場があるので、そこを一つ一つアピールできるように頑張ります。頑張ってくださいよ。見逃さないでくださいね。急に入ってきた。急に入ってきた。急に入ってください。そして選手権スタート。 Hold it now, wait, hold it, that's played out. Hit it!おー、すごいね。これ、今のシーン。うわー、すごいね。あ、これは本気だね。うわー、すごい。本気だね。これは本気。これはすごいね。いやいや、みんな本気だけどね。さっきね、喋ってた感じだと、普通の高校生な感じしましたけど、踊ったらちょっと一気に違いますね。すげえ。うわー。特別チーム、大阪かな。そうだね。リーダーウィリングの方。うわ、すげえなー。お、こうか。うん。すごい。すげえなー。持ってるもんね。すごい。いや、プロだよ、これ。なんか部活って感じ。審査員の方々にお話を聞いてみました。大会を振り返っていただきたいということで、審査員の栗原めぐみさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今日ね、実際高校生のパフォーマンスを見ての印象はどうでしたか？もうね、個性あふれると、やっぱりもうあの決勝大会なので、本当にそれぞれちゃんと作品がこう、うん、世界観がバチッとできてるところが本当に良くて、見てて楽しかったし、なんか審査ちょっとね、あの大変でした。いや、もう世界に通用するようなダンサーを育てたいっていう夢もやっぱり、もちろんそうです。これも世界に進出していきたいなと思ってますので。この大会、はい、でこの大会がもうどん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 もっと大きくなっていけばね。そうですね、世界大会なんかもありますから。そこ目指してますね。え、はい、大会ではゲストダンサーのパフォーマンスも。プロの方、すごいね。あ、ちょっと違うね。うん、動きが違うね。すごい。はいはいはい。あったことあるのこれまた。あ、本当。さあ、お話を聞いてみたいと思います。はい、高弘さんです。よろしくお願いします。高弘です。いやー、さあこの方がですね、すごい方なんですよ。いや、生高弘さんですよ。生弘さんですよ。いや違います、高弘さん。やる気満々ですね。さあ今日あの大会を見てみて、高校生のダンスいかがでした？はい、レベルが非常に高いです。ずっとダンスを見てきているんですけれども、こんなに今高校生のレベルが高くなってるっていうのはかなり驚くことで、日本っていうのはそれぞれのお互いの動きを合わせるってことがめちゃめちゃ得意で、これはもう世界一って言っていいぐらいのレベルです。はい、あとは個人技ですね。あ、なるほど。個人のソロの部分がもっとガンってあったら、それこそインパクトのあるチームになるので世界レベルになるんじゃないかと。いや、まあね、さっきもダンス見させていただいたんですけど、ね、僕ら見させていただいたんですけど、あれどうなってるんですか、体。これすごい気になった。これこう横にやりつつ足を入れて、うわすごい。高野さん、ちょっと高野さんやってみましょう。もっとパーです、パー。高野さん、いや絶対合ってないでしょ今。いいんですか今。いいです、いいです。さあ、はい、全て終わりました。終わりましたね。ということで結果が出ましたけど、久保さん、何ですか、どこが優勝したんでしょうか？さあ、その結果はですね、はい、ダンス部選手権の方を、あ、そうか、そう、見なきゃ。お楽しみくださいということで。残念。おお、すごい。高校生のね、部活というか、そうと全く思えないよね。レベルが高い。そう、このダンスを犯せたあの高校生たちの汗と涙のドキュメントは10月13日に放送されますので、皆さんぜひねご覧ください、うん、やっぱ僕たちの時代よりこう変わってきましたね、ダンスの、あり方が。そう、なんかね、私も男の子で中学の時とかこうブレイクダンスとか好きな子が 1人2人ちょっと廊下でやってるとかあったけど、あんなにみんなで普通にやるっていうことはね、そうでしょ、なかなかね。やっぱね、竹山さんはさっきからやっぱダンス得意っていうか、もうダンサーって言ってるんで、もう
そうですね、うん、本当に留学してたんだ。本当に留学してて、何ダンスっていう感じなの、うん、その専門は。やりましょうか、じゃあ。見たい見たい見たい。いいですか。だって留学行ってたぐらいだからね。え、踊ってくれるんですか。いや、そうね、それやった方が分かりやすいと思う。ああ、これまで。見たい。いいですか。はい、じゃあ踊りますね。はい、お願いします。ずっとこれやってました。何か問題でも。どうしました。それ何ダンスっていうの。エロダンスです。というわけで今日のヤスナビは第5回日本高校ダンス部選手権の特集でした。以上ヤスナビでした。